はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるですけど、今回なんですけども、今回はね、新しいガチャが来たというか、やっぱね、やっぱ来たよね。なんか前回さ、その5周年のそのガチャ来たって言ったけど、結構ね、かなりまあ言ったら悪いけど、いやまあめちゃめちゃオブラートに包んだら、まあかなり期待外れだった。うん、公認としてあるまじきなのかもしれないけど、言わせてもらいます、かなり期待外れだったということでね、まあ、今回はちょっとこちら新しいの来てるんで、ちょっと早速見ていきたいんですけど、こちらですね。これがね、でも今回はね、かなりね、まずスキンが可愛い。てか前回さ、これめっちゃ可愛かったやん。ロリコリータってさ、なんか待って、ロリコリータ言うたらなんか、あ、何コリータがちょっと浮かんでくるんですけど、ちょっとまあそれはいいや。怒られそう。けど今回はね、これがね、結構なんかメインとなってのスキンなのかあんま分かんないんだけど、そしてこれね、今回面白いのがね、結構そのいろいろ出てたんですけども、スキンがこちらですね。まあ M4 と、まあ、エダブが出てるんですけど、まあ、これだけ見たらみんなゴミって思うじゃないですか。今日言い過ぎだな。これだけ見たらなんかあんまかっこよくないみたいな、え、何これみたいな、ただなんかちょっと蛍光色でまとっただけなんじゃないのみたいな感じで思う人がたくさんいると思います。これね、なんとね、最終進化させたらめちゃくちゃ虹色で光るらしい。俺ちなみにそういうのね、かなり好き。なんかツイッターの方では結構なんかいろいろと叩かれてはいたんですけど、なんかあんまかっこよくないとか、なんだこの光らせたやつみたいな、100均の方がマシやわって100均に謝れっていう、なんかそういう謎の会話がなんか出てたんですけど、俺はね、個人的に結構好きだなと思いますね。だから、まあ、今回はこちらの武器と、てかさ、確率クソ高いんだけど、エダブに関しては 1% って、俺多分ね、1% ってなかったんじゃない今まで。10スキンで 1% はないんじゃないかな。0.4 がデフォルトなんですよね。0.4、0.4、わーって言う。多分あっても 0.8 とか。1あったかな、かなり高いですね、確率としては。なんでまあ、ここを狙いつつ、まあできたら俺はこれが好きっすね。今回こちらもね、なんか色を変えられるらしい。こちらのスキンも。これめちゃくちゃいいよね。これマジで。うわ、かわいい。え、待って。なんか今 BGM 流れてたけど、BGM めちゃくちゃ可愛かった。え、ちょっと待って、もう一回聞くか。これがね、まあ、まあ、前回のやつが可愛いからわかんない。まあ、どっか可愛いって感じだけど、なんか自分好みの色にカスタムできるってことなんで、まあそれ引いて、まあなんか僕のそのなんだ、レギュラーの衣装にしたいなとは思ってる。この色って言ったら丸さんだよねみたいな感じのやつにしたいなって思ってる。なんでまあちょっとまあ早速引いていきますか。じゃあ引きますか早速。これさあ、あ、なんかもう引けたわ。あー、でもやっぱこの女の子じゃない、この女の子を引けば大体なんか当たる気がする。これ黄色になったら確定です。あー、これは渋い。勝手に引く判定になっちゃってんの、なんか勝手に購入するみたいな。いや、まあ手間がなくてありがたいっちゃありがたいんだけど、金券見ないとなんかいくら減ってんのか分かんないよね。これもさ、なんか天井あんのかな、天井システム。40連引いたらさすがに出るみたいな。ちょっと待って、294,800金券覚えといたよみんな。まあ、800金券だとありがたい。めちゃくちゃ安くて600金券。まあでも600はないな。多分800か、まあ、1200かなって思ってる。800か1200。さあまあとりあえずここで金を出しておいて。もう渋っ、えぐっ。だいぶ渋いなこれ。多分1100だよね。わ、1200ヘッドか。まあ1200だったら、あ、やっぱそうだよね。多分1200のやつは最近ね、40連に1回は金が出るっていう、確かそんな感じだった気がする。あー、まあ、一番出やすい、まあ、選ぶがまあ出たと。まあ、あともう一個ね。まあ、あと俺はスキンと武器が欲しいな。M4 とこの可愛い女の子が出れば、俺はもう正直今回は満足。それ以外は特にいらないかな。まあ、0.5 だし、まあ、3分の1の確率ぐらいなんで、まあ多分引けるとは思います。1200かなり渋いな。出てほしいな。多分40連に1回でしょこれ。うわー、渋いね。だいぶ渋い、だいぶ渋い。いやー、1200金券だとなんかね、かなり引くのにね。てもう40連に1回だったら、待てよ、金40連に1回だったら1枚、あー、だから3枚引いたら3個金チキが出るっていう感じか。金スキンが出る感じか。
渋いよねマジで。いやどうこれ出てほしい。多分40年に1回出るんだよ。あ、30年に1回ぐらいの確率で縮こまればいい。いやマジ渋いな。俺のあれが正しければ、俺の推理が正しければ次これ絶対出ます。 100% 出ます。別に特に書いてはないけど40年に1回の天井システムが働くような気がする。もうこれはねガチャを引いてる俺にしか分かんないけど、全然そんなことなかった。全然そんなことなかった。ちょっと40連に1回とかじゃ、もうむしろ出ない40連じゃ。やば、渋すぎるって。じゃあ俺が本当に運が悪いだけなのかもしんない。いや頼む、もう、あーオッケー。まあさすがにね、40連と50連に1回ぐらいでもこれで出てくる。うわ渋ー。いやそんな引きたくないんだよな。そんな引く場面じゃないと思うんだよ俺は。だから2個出たら早く撤退したい。素晴らしい、この流れは素晴らしいよ。さあ頼む、エナビがよーしたなんだな、誰だってめえ、キャラー。頼むマジで頼む。ここは毛嫌いしてた男行こう。男を引いたらワンチャン出る説ある、意外と。うわ二度と引かん。いやーまあ2連出たから悪くはないんだけど、さすがにどっちか出てほしい。まあ、M4 は欲しいな。いや待って、これ M4 と多分スキン出すためだけに多分10万円とかかけたら俺まで本当に飛ぶぞこれ。まあ引いたらもらえる無料チケットもらおう。まあ実質まあ有料なんだけどね、課金して手に入れてるから無料チケットではないんだけどね。ちょっとそこんところちょっとまやかしだよね。なんかさ、金券は減らないから無料だと感じるけど、有料でもらってるチケットだから有料チケットなんだよね。で、ほんでもってマジで点、これやばいな。うわーどうしよう、もうだって3万円分引いてるでしょ。3万円以上引きたくないんだよな、さすがに。だってさ、この前さガチャで100万円課金して、1ヶ月前に課金したよ100万円。もう見て、もう半分もないからね。早くない？ 1 ヶ月か2ヶ月中で50万使ってるってこと、もうバカでしょ。電動が来たからまあしゃあないところであるんですけど、いやマジだろマジだろ、ほんとだろほんとだろほんとだろ、頼む、キン来た、頼む、M4か好き、M4か好き、M4か好き、お、来たぞ、うわーもう3分の2 3分の1の確率で引いてない。もう一番エランスキンが出てる。もうマジ頼む、もう終わらせたいこの戦い。マジ頼む、本当に頼む、何でもするよ、もう頼む、マジでて。いや、かなりの闇ガチャ。これはね、かなりの闇ガチャと言っても過言ではないでしょ。だって、これ4万円分いってるよ、俺多分。ただ、もう出てほしい。てかもう、交換できるなら交換したい。え、交換できるじゃん。ないよな。あー、ないか。さすがに交換できるとこないか。マジ頼む。もう、ほんと交換案件よ、こんなの。いや、ガチ頼む、もう。渋い上に1200金券ってのがマジで痛すぎる。え、ちょっとやりすぎでしょ。もう電動だったら許せるけど、ちょっとなんか渋い。いやもうさすがに天井システム、いやマジ渋いな。いやもう渋すぎるでしょ。いやこれで出なかったらマジで渋い。50連に1回っぽいぞこれ。あー50連に1回っぽい。だって多分今計算してたから40連に1回じゃなくて50連に、いやマジかぶりな、かぶりな。もう渋いってー。マジ頼む、もう本当に。ちょ、無限に金券あるわけじゃないんだって、ガチで頼む。もう本当だって、もう俺。マジで本当に、ダメだって。大赤字よ。いやー、マジ渋すぎる、これ。出せば出すほど俺さ、むしろ得とかせんのやが。荒野行動マイナスなんやが。いや、だから3万でも、ね、神引きして終わらせたい。でも、絶対これで出ます。100% これで出ます。僕のもう、これも、これ逆にみんな糧としてよ、俺のこと。糧として引いてほしい。これ絶対50連に1回の、これ天井システムです。ほらね。もう絶対そこ、俺も分かった。もう俺逆に運が悪すぎて、もう気象いって。いや、もう次で最後にしよう。もう次で最後にするわ。いや、さすがにこれ次で最後にします。いや、M 欲しいなぁ。スキンも欲しいけど、おお、これは運がいい。
いやマジでダブらんといて、マジでダブらんといて、マジでダブらんといて。あ、お、来た来た来た、どっちだ、しっしゃー。これあとさ、あともう50連かけるわ。俺どうしてもあのスキンが欲しい、もうこのスキンが欲しくて引いてるんだから。マジでお前が出ないともう話が始まんないのよ。頼む、キンキテバイ。おおおおお、急にいいぞ、流れが来たぞ。おお、しかも被ってない、オブジェだけやめて。いやこれは勝利すぎる。いや諦めない精神ってこういうことよ。諦めなければ報われる、そういうことなんですよ。まあでもこう、まあ2万金券ぐらい使ってっから4万5000ぐらいはいったんか。はい、ということで皆さん、今回ね、まあ分かったことは、50連に1回は多分出る、50連に1回は出るから、40連で諦めるその方、50連も絶対引いた方がいいです。いやこれ分かっただけでもかなりでかいんちゃう。だってもともと天井システムがあるっていうのが分かってるわけでもないから、俺が引いた感じ体感50連に1回は出てたからって感じなので、皆さんぜひともねそこをまあ加味した上で引くのはありなんじゃないでしょうか。もうこういうのが分かるだけでもかなりやっぱいいと思う。ということで皆さん、この動画が面白ければチャンネル登録&高評価、そしてベル通知オン、よろしくお願いします。ということで皆さん、またバイちゃん、バイバイ。